明日は北陸北日本で次第に天気が崩れそうですね。そうですね、はい、特に夜の時間帯に関しては大気の状態が不安定となるということもあって、例えばあられが降ったり落雷があったり突風が吹いたりといったような、まあ、シビアな現象が、ね、起きやすくなるかなと思います。はい、それではですね、明日28日水曜日です。21時の予想天気図から見ていきたいと思いますけども、低気圧が北海道付近にあるわけですけども、この低気圧に向かってですね、比較的、まあ、低いところ地上に近いところに関してはこういった暖かい空気が入ってくるんですね。うん、で、逆に西の方からは寒気がぐっと入り込んでくるということもあるので、はい、それに伴って大気の状態が不安定となります。で、明日のこちら大気の安定度21時の状況になりますけども、緑からオレンジ、オレンジから赤の域に従って、大気の状態が不安定となります。これを見ていただくと北海道道南から東北あと北陸にかけて大気の状態がだいぶ不安定になるなということが予想できます。はい、ということでこういったような状況ですとどうしても雷が鳴ったり、あられが降ったり突風が起きたりすることもあるので要注意、こんな感じで見ておいてください。はい、ではですね、降水の状況を見ていきたいと思いますが、18時から見ていただくとやはりですね、21時頃この頃から少しこう強めになってくるというふうに見た方が良さそうですね。うん、じゃあ実際降ってくるものが雨なのか雪なのかというところなんですが、こちらの方を見ていくとですね、まあ、沿岸部の方はどちらかというと雨より内陸は雪より、はい、ただ東北北海道に関しては、まあ、こちらは雪が主体かなといった感じで見ておいてください。はい、なので雨のエリアに関してはやはり突然の強い雨によって、冠水が起きたりということもありますし、で雪が3時間に強く降ったりすると一気に積雪が増すこともあるので、はい、まあ、それも注意していただいた方が良さそうです。わかりました。午後の遅い時間帯ほど強まる降り方にお気をつけください。詳しい内容はアプリウェザーニュースからもご覧いただけます。